皆さんおはよう、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私はですね、結構睡眠時間が短い割にはすごいいい感じです。やっぱり就寝前の一人語りで飲むビールの本数によって体調が変わってくるというのが、まあやっぱり証明されましたね。証明されてしまいました。ということで、起床後の一人語りスタートさせていただきます。あー、美味しい、美味しいな。いや、今日は1時からですね、1時から。いろんなメールが来てますね。まあ、ちょっと一個一個処理していきましょう。はい、そうですね。今日はね、最低限の YouTuber をやるんですけど、それさえもできるかどうかちょっと分かりませんが、まあできなかったからってね、誰か人に迷惑をかけるわけじゃないんでね、はい、別に気にせずにいきますよ。いやどんなもんすかね、皆さん、もう木曜日になりました。どんなもんすかね。僕は、今日は余裕のある日ですね。どちらかというと、いや、その YouTuber あれとして、なんていうか、ずっとここで居続けるっていうわけじゃないんで、はい、そういう意味ではまあ余裕ですね。いや、今日早起きしてよかった。8時ですよ、8時15分、うん、よし、今日も頑張るぞ、頑張るぞ。いやー、もう今日は結構元気いっぱいなんでね、なかなかいい感じですね。はい、元気いっぱいですよ。はい、はい、よっしゃ、頑張ろう。まずはシャワー浴びなきゃ。はい、髪の毛伸びたな。だいぶ伸びましたよね。女の子並みですよね。はい、まだまだいきますよ、まだまだ。はい、まだまだいきます。はい、さてさて、どうなることやら。皆さんは、なんていうか、今日中日ですけど、なんかあります？僕は特にって感じなんですけど、はい、そうですね、はい、はい、よーし、まだ眠いのかな。まだ電車の中で寝よう。
寝過ごすぞ。はい、ということで飲み終わりました。また、次の配信、また別の配信でお会いしましょう。さようなら。今日も良い一日をお過ごしくださいませ。